はい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 。どうも皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ゴリゴリオールで。ゴリゴリ。あ、いきなりねこれ。はい。これ使う。こんにちは。木戸吉子＆雪重陽平です。はじめまして。これからですね、これチャンネル名は何なの？これチャンネル名は木戸よしこ＆ゆきしげよう。あ、本当セクト音楽工房じゃない？もつけている。あ、もうつけて、どっちもつけてるんです ね、はい、会社名セクト音楽工房と、グループ名、はい、木戸よしこ＆ゆきしげよう平というのがついているチャンネルをですね、はい、この度ですね解説いたしましてですね、はい、よろしくお願いいたします。まあ、主にですね、まあ、主にっていうか、まあ、ほぼそうだと思うんだけど演奏をね、うん、歌とギターのデュオを聴いていただくというチャンネルになると思うんですけどね、我々がね割とね喋りがなんかもうくだらなくて好きっていう方もいらっしゃるらしいんで、聞いたことがある方はね。そうですね、はい、何へいっていや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 、まあとにかくですね、あと本当古い人のおしゃべりの人だよね。いや、いいじゃない別にそんなわけでですね、これからですね、いろんな、演奏をしていきたいと思いますので、よろしければですね、チャンネル登録とかね高評価とかをしていただいてみたいなことを、ね、はい、他の YouTuber さんたちが言ってるから、悪い評価はダメよ、悪い評価はダメとかじゃなくて、ダメとかじゃなくて、ね、そういうのがあるんですって。良ければね、末永くお付き合いいただけたらと思っております。ではですね、これ第1弾になるんだよ。そうですね、第1弾はですね、今流行りに流行っているパプリカをですね、2人で、流行ってますね、はい、やろうと思いますけれどもね、君のこう不思議なハーモニーが入ってくるやつ即席度で不思議なハーモニーがこう森の呪文みたいなハーモニーが入ってまいります。ちょっとなアップテンポじゃなくてね、ちょっとこう不思議な感じのアレンジで、優しい感じのアレンジ、優しい感じのアレンジって言わないけど、ちょっとなんかそれではですね、弾いていただけたらと思っております。はい、それではよろしくお願いいたします。この辺わからんわ。わからんわ。あ、ごめん、ちょっと。初発か。ひどいな。頑張って。負けないで。あそこからじゃこれここも入れちまえばいいねこれね、はい、じゃあ行きます、はい、いいよ、オッケー、ダメだこれ、これ全部入れないとダメだ、いや入れないだって私がずっと笑ってる理由がわからんもん。じゃあ行くよはい、じゃあ行きます。パプリカ花が咲いて
ほんだろうね、え、よろしくお願いします。